はい、こんにちは。無声でございます。福島県双葉町の、自宅前に来ております。甘いレモンということで、レモネードレモンですねの苗、これ、まあ、冬越しはちょっと辛いだろうということで、まあ、植木鉢プランターの方で栽培してるんですけれども、ちょっとですね、残念なことに葉っぱをですね全部食われました。ついこの間青虫いるなと思ったらこう食い尽くされましたね。今もなんか一人、これ多分あれですよね、アゲハチョウの幼虫じゃないかなと思うんですけど、丸坊主の状態です。まあみかんを育てたことが育てているので、まあやられるときはやられるなとは思ったんですけど、まあまさかここまでやられるとは思いませんでした。まあでもね、少しちゃんとこう緑色の部分は残ってますし、当然根っこは生きているはずなんで、またこれから葉っぱが生えてきて、来年に向けてこう復活してくれるんじゃないかなと思ってます。で、まあ虫食いに遭うとですね、結構衝撃なんですけど、まあほぼ問題ない、大丈夫だろうという感覚があるんですね。葉っぱ全部食べられてもっていうのは、これですね、人長毛じゃない、ごめんなさい、口なしダメだね、口なしなんですけど、口なしもこう毎年花が終わった後に、丸坊主になるぐらい、葉っぱが食われるんです。だけどまたその翌年はちゃんとこう葉っぱが復活して、花が咲くということなので、まあ多少葉っぱ食われても大丈夫かなという気はしてます。まあ、ただキャベツとかね、レトロシアンケールみたいにほうれん草とか葉っぱを食べる野菜だったらちょっと食べられませんけど、こういうね、樹木類であれば、まあバラもそうなんですけど、一回葉っぱが食われてもまた、出てきますので、全然問題ないかなというふうには思ってます。はい、なのでまあ椿もね、たまに葉っぱ食われることありますけど、樹木系に関しては葉っぱ食われてもそんなに落ち込むことはないかなというふうに思ってます。まあちょっとね、レモネードレモンに関してはこうまた様子を見ていきたいと思います。まあ農薬を使う気はありません。はい、土を入れ替えるかどうかはちょっとそこは考えます。鉢の中の土の様子見ると面白いかもしれないですね。はい、それはちょっとまた検討します。以上、無声でした。ありがとうございます。